カキン TV Everyday。 どうもヒカキンです。すいません、この動画ね、投稿されてる今日撮ってる動画なんで、急遽撮ってるんで、いつもみたいにね、テロップとか効果音とかね、全然編集する時間がなかったので入ってないと思うんですけど、そのぐらい大変なんです。はい、なのでちょっとあらかじめ、ちょっといつもの編集じゃないのですいません。はい、ちょっと大変だ。はい、ちょっとカメラをねソファーのとこに置いて、大変だ、こんな感じだっけな、いつも大変だ。よいしょ。皆さん、よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。何が底辺かというと、まあもう担当直人に言うと、はい、ドドン、はい、この動画の話なんですけど、去年の、まあ1年経ってないんですけど、半年くらい前にこの動画で、僕人生最大の買い物って言って、ロレックスの超高い時計2本買ったんですよ、この動画で。で、今までずっと大切にね、たまーにつけたりで、ずっと大事に保管してきたんですけど、その買った時計が大変なことになりました。実はこの時計、盗まれてはいません。せーの、盗まれてはいません。全然何もちゃんと取ってあります。ということは、落として壊れましたってのもなってません。はい、なってません。すいません、ジョークです。じゃあ何か起きたかというと、価値が信じられないレベルの爆上がりしてました。夢かな。あのね、ガチで嘘でしょってぐらい上がってて、悲劇を、もしかしたらね、またヒカキンなんか壊れたりと思って、悲劇を楽しみにしてくださった方には、なんか申し訳ないんですけど、嬉しいことなんですよ。はい、そう、というのも、ちょっと前にゲーマー3人と一緒に時計を買いに行くっていう動画で、ゲームストリーマーのね、釈迦さん、スパイギアさん、スタイリッシュヌーブさんと一緒に、僕がね、時計買ったお店と同じジャックロードさんっていうお店に行ったんですよ。で、3人がね、とんでもない時計買ったんですけど、実はその日に3人がね、商談してる時に、僕、店長さんに、そういえば僕の時計の価値ってなんか上がってますって聞いたら、めちゃくちゃな上がり方してますよって言われて、価値が、えっつって。で、もちろんなんかね、日によってこう時価というか、値段変わってくんですよ。で、調べてみたのね、大体の相場みたいの、なかなか難しいんですけど、僕全然プロじゃないんで、なんだけど、倍どころの話じゃねえぞっていう上がり方してたんですよ。は、まあ正直、なんかわざわざ言わなくてもいいのかなっていうのもちょっと悩んだんですけど、あまりにすごすぎて、こんなことあるんだっていう、なんかこと動画にしたいなってちょっと思ったのと、まあ僕にとってもね、家買うより高いっていう金額だったので、そんなね、すごいスペシャルな動画の、まあ続きではないけど、そのストーリーの一つだったんで、あえて動画に撮ってます。なので、僕がいくらで買って、いくらぐらいの価値になってるかっていうのを今日言いたいと思います。やばいんですよ、本当に。あ、ちなみにちょっと遅れてしまいましたけど、その時計が、はい、この2本なんですよ。そう、ロレックスのデイトナっていう時計なんですけど、それのこのピンクゴールドのレインボーってやつなんですよね。これを2本買ったんですよ。で、あ、もうこれ、まあ本当に急遽撮ってる動画だから、もういきなりオチみたいになっちゃうけど言っちゃうね。ちょっと、もしかしてなんかちょっと間違ってたりしたら申し訳ないんですけど、まずこっちのこの黒い時計、文字盤が黒い方、これが僕が買った時が、ほら、ほんと半年くらい前だからね。半年くらい前に5280万円で買ったんですよ。あえーって感じでしょ。そう、これ5280万円で買ったんですよ。で、約半年経った今、この価値が、今買うとね、わーお、8800万円。これ、急遽動画撮るレベルでしょ？そう、あくまで新品で今、なんか海外とかで買うと、そんくらいで売られてるっていう。なんかね、見れるサイトがあるんですよ。相場を見れるサイトが。黒の24って言うんですけど、それで、ちょっと、これちょっとね、ロマンという
あえて今一番高く売ってる店での値段なんですけど、まあでも実際に同じものが新品でこの値段で売ってる。ってことは3500万円くらい上がってんだね、値段が。やばくね。で、これね、まだね、序の口で、こっちのこのダイヤ文字盤っていう方、このお上品な方、こっちは僕半年前に5980万円で買ったんですよ。で、これ今いくらで売ってるかというと、わーお、1億5000万超え。マジ、もうボキッとかやる余裕ないから、マジと思って。そんな調べてなかったからさ、ずっと香港って書いてあるんだけど、香港で売ってる新品の値段が1億5000万超えてるんですよ。あ、でここで言っておきたいのが、あの私ヒカキン、時計を一生ね、あのよっぽどのことがない限り売ったりするつもりは一切なくて、そういうなんかまた買って売るために買ってるとかそういうのは一切ないんで、時計が好きで買ってるんですけど、やっぱりせっかく買うなら価値の上がる時計がいいなとは思ってて、うん、なのでそういう投資目的とかで買ってるわけじゃないんですけど、びっくりしちゃってさ。そう、だからこれ2つ足して買った時が1億1200万ぐらいで買ったのが半年ちょいくらいかな、半年ちょいくらいで、うん、ちょうど倍だ、2億4000万ぐらいの価値まで上がってたっていう話です。まあもちろんね、僕が持ってるものはね、僕が開封してるんで中古にはなると思うんですけど、ほぼ傷とかないし、なんか価値とかって下がんないらしいんですよね、そんなに。で、お店にもちょっと聞いたら、なかなかこのもう物が手に入んないらしくて、価値もつけるのも難しいらしいんですけど、そういう価格で世界でなんか売買されてるらしくて、ちょっと鳥肌が立ったっていう話です。で、一応この話まだ終わらなくて、他にも僕時計いくつか持ってるんですけど、他のも一応調べてみようかなと思って調べたんですよ。そしたらね、この結構お気に入りのこれ、なんかお上品なダイヤモンドの銀のやつなんですけど、これパテックフィリップのノーチラスっていう時計なんですけど、これ約2年前に買ってるんですけど、その時買った時は4000万ちょいくらいだったんですけど、今見てみたら9900万って言ったかな、ん、あ、違う、あ、違う、1億円超えてるんですよ、あの高いお店だとね。とか、あとこれも大好きでずっとつけてるやつ、これ買ったのはもう結構前なんですけど、あれこれ何年前ぐらいだろう、6年前ぐらいかな、に700万ぐらいで買った時計なんですけど、ロレックスデイトナアイスブルーって言うんですけど、これ今3500万ぐらいで売られてるんですよ。700万で買ってるんですよ。はい、っていうわけで、なんかね、倍どころじゃなくなってて、まあもうこの時計で言ったらもう5倍ぐらいになってるっていうね。そう、やばくない、まあ、本当にあくまでなんか新品でのね今価格なんで、僕が持ってるのは中古になるんで多分少しは下がるんですけど、まあなんか正直ね、この動画で買った時はもうこの時点でめちゃめちゃ高騰してたんですよ、値段が。本来の定価よりもね、本来の定価の多分倍以上いってたんですよね。2倍3倍ぐらいの値段で買ってて、ぶっちゃけこの後なんか価値下がったらどうしようかなとか、なんか買い時じゃなかったかなとかもちょっと心配だったんですけど思い切って買ってよかったなっていう。本来であればね、なんか身内に話すような話なんですけど、ちょっと去年のヒカキン TV10 周年のね、夏の10本のうちの1本のね、すごい僕も思い入れのある動画だったんで、それのストーリーの続きっていうことで、まあこんなことあるんだなっていうのと、時計ってすげえなっていうことをお伝えしたくて動画を急遽撮りました。すいません、なんかもっと悲劇を多分求められてたと思うんですけど、ただね、1、2年前ぐらいにさ、僕200万円の財布を落として、クレジットカードとか免許証とか中身とか全部なくなって落として、結局帰ってこなかった時があるんだよね。それの大きなマイナスがここに来て、やっぱり嫌なことがあるといいことが返ってくるんだなっていうのね、思いまして、やっぱ嫌なことあっても頑張ってるといいことあるんだなっていう話でした。すいません、本当にまとまらなくて、台本も何もないんで、はい、僕は車も買ってないし家も買ってなくて、そういうところを全部時計につぎ込んできたのが良かったなと一番思えた日かな、うん、時計10年ぐらい多分もう買ってきてるけど、はい、っていう話でした。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ、その他私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。
じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。ダラクダラクダラク。ダラク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 。